はい、ひなずる姫紀行です。ここは大野入園さんの前にある民話で、これは狼様って別の話なんですけども、ちょっとここに気になることがあってですね、援助っていうのは集落の名前ですが、ある援助の人が毎日大野入りへ炭焼きに通っていました。朝は東、つまり通っていたんで、炭焼き小屋が何かあったのかなってそのぐらいの想像なんですけど、実はこの奥がですね、この炭焼きという場所があって、その史跡関係の方に聞いたところ、その奥にですね、屋敷と呼ばれている場所があるらしいんですよ。で、姫たちはですね、先ほどから、秋山村に入って、その足跡を追ってきたんですけども、この援助というところが少しこの辺の地形を地図で見て方が分かりやすいと思うんですけど、要するにこの大野入屋敷に一回姫たちは入ったと、入ったというのはそれは伝承なんですけども、やはりこの同じ秋山の民話の中に出てくる話なんですが、通ってというか入って、そこからさらに、今でいうひなずる峠の方ですね、街道に戻って、道を急ぐわけですけども、姫は臨月のようだったわけですよね。で、かつ体調も悪く、そのせいでもあるとは思うんですけど、普通臨月の方ってそんなに出歩かないと思うんですよ。しかもこの時代、それほど今みたいに病院があるわけじゃないですからね、いつ何が起こってもおかしくないと、というのは生まれてくるお子さん以外もその姫本人のですね、体の体調も悪かった、病弱だったのかどうかは分かりませんけど、どちらにしてもですね、解任されて、要するに妊娠してですね、それからの行動っていうのは非常に遅いですから、常に体調を気遣いながらの逃避行ではなかったのかと、それは推測できます。そしてここの大野入り、さっき地図をと言ったんですが、地図を見ると非常に入り組んでいてですね、今は要するに秋山の本線のですね、道が一本通ってるんですが、それは昔の道を掘削して拡幅したというよりも全く新しい道なんで、それは考えなくていいと思います。一旦ここの小さい峠みたいなところを通ってですね、この大野入りへって入るんですが、大野入りと書いて、一応それらしい、今日ようやく史跡巡っててですね、名前と場所が合致しているところへ来たわけですけど、大野入りちょっと難しいんですけど、王というのはですね、大小の大というふうに当てはめられた時期もあったということは伺っています。そしてさっきの屋敷に入ったということが、伝えられている以上、その屋敷とはどこなのかと、つまりちょっと今あんまり映ってないですけど、ここは大野入園さんってあるんですけど、この建物はですね、近代の建物ですから、直接は関係ないんですけど、かなり大きな敷地、というかこの谷で一番大きな土地ですね。ここは林道があって一番奥まで行ったこともありますけど、今日は入ってないんですけど、古平地、その集落があるような屋敷を構えるような屋敷っていうと、どうでしょう、小屋というよりある程度の大きな家を想像しますよね。小さくても屋敷という場合ももちろんあるでしょうけど、これは全国共通で、谷の奥地に隠棲したというか、その隠れ住んだですね、方が何々屋敷と、ちょっと話は飛びますけど、紀伊半島の、小森谷ですね、平の維盛公が住んだと、その屋敷も行きましたけど、あんな林道の山奥のところに屋敷跡って地名が残っていてですね、それは維盛公とその西条の方の秘話の場所なんですけど、かなり山奥に住まないと、要するに人の目をですね、盗んでというか、あの方の場合は平家の落ち人みたいな感じになってますから、有名な方なんですけどね、その近くにも墓もありますけど、やっぱりその土地の人たちと、全く関わらないってわけにはいかないわけですよ。隠れ住むといっても、水や食料だったり、山へ入った人がね、あれに誰か人が住んでるぞっていうすぐ話題がね、流れますから、どこの人だろうっていうことになりますからね。ですからここの屋敷にあったというのは、ある程度なんですかね、その馬場正国とかお付きの方が何人かいたみたいですけど、結局先行してですね、あの先は安全だと、その安全も含めて誰かが先に先行して、あちらにはこうお寺があって休めると聞いてきたとか、かなりそういうことを繰り返していたようですから、途中で姫が体調が悪くなってもう動けなくなることも考えてですね、
その屋敷とかそういう先に来てですね、ここへお邪魔したいということを承知の上で来たんだったら、もしここは北条の地域ですから、北条関係の武将もしくはそれに関係している人がいたらですね、当然姫だと分かれば、まあ、姫とは名乗らないにしてもやっぱり分かりますからね、所作とかいろんなことで。ですから、もし名前は名乗らなくても怪しいぞとなれば、しかも護良親王ですから、当然団長型ですからね、まあ、捕らえて北条の足利方に渡せば、それはもちろん恩賞目当てということで、誰しも考えることです。金銭目当てですよね、要は。そういうこともありますから。ということはやっぱり危険を承知で来てるわけですよ。で、顧みずにこんな人が住んでる屋敷に入るわけがないですから、その峠を越えて、下のクリアとかあの辺のところからね、入って、来たということが正しければ、やっぱりここの屋敷のどんな人が住んでたか知りませんけど、またはその大野入りというのは後からつけた名前なんでしょうけどね、そのことについてもちょっと後で触れますけど、要するに人を頼り、その人手でですね、その先行した家臣が安全だということで来てるわけですから、おそらくここにもどのぐらい滞在したか分かりませんけど、しばらくいたのかもしれませんし、まあ、休まれたのかもしれません。屋敷ですからね、当然屋敷の入り口に立ってるわけないですから、上がって休むと。まあ、ここにね、下にたまたま書いてありますけど、休み石なんてね、あるみたいですよね。休んだとか座ったとかっていう石っていうのは伝えられてますからね。まあ、この秋山の民謡の狼さんは直接は関係ないんですけどね。この大野入りのこの小さな谷での話なんで、ちょっと、画像としては写してますけども。そして大野入りについてなんですけど、大野入り、王が入るとも読めるんですが、入りというのは小さな谷という意味で、まあ、秩父地方なんかに奥武蔵とかに多い名前ですね。入り谷、入り川、まあ、荒川の源流はあまりにも規模大きい入り川、入る川と書きます。入りっていうのは、小さな沢、谷のことを指してます。つまり大野谷とも言えるわけですよ。ただ大というのが、例えば大入りとか大きいという字でしたら大谷という意味ですけども、ここの場合はその大というのが親王の王になってますよね。で、先ほども触れましたけど、近くに大地というのがありますけど、大というのが大地っていう書いてありますけど、昔はこの大ではなかったかと、ちょっと勝手な想像ですけどね。ここの場合は大というのは玉という字に間違えられたり、江戸時代なんかにはその大という字ですね、大きい、大の入りと、まあ、王が入ったかどうかわからないんですよ。つまり王というのは親王ではないでしょうし、親王は首だけでしたから、首を持って入った、つまり雛鶴姫なのことを言ってるのか、それとも雛鶴姫が産み落とした徒然王と名乗る方が、まあ、産んですぐ死んだとも、それから12、3歳まで生きたとも、生きたというのはこの地域のこの、要するに母のですね、いたこの屋敷の跡、この周辺に住み着いたと、そういうところから大野入りというふうについたのかもしれませんね。先ほどのちょっと話飛びましたけど、こもり谷というのも、こもりというのは小さい森と書きますけど、実はおこもりをするという意味だと思うんですよ。あと、姥谷とか、要するに、昔はですね、側室の方とか、あと地元にこういうところに来ると、その村娘さんと仲良くなって、できてしまったというところで、その子供がいたりですね、しますので、子泣き谷とか、子守谷、子を守る方ですね。その子守が転じて、子守になったのではないかなんてさっき考えてたんですけど、それはもう前から思ってるんですけど。というのは、先ほど偶然浅間神社に寄った時に、御厨がクリアになったとはっきり書いてありました。それはまあなまった感じですし、略した感じにも聞こえますよね。まあ、御厨っていうのはご存知の方は分かると思うんですけど、それが御厨、御が取れてクリア、そして今の、栗拾いの栗に谷と書いてクリア、栗谷と書いてクリア、まあ、そんなこともありますから、やっぱり伝承としてもですね、言い伝え、先ほどの大野入り、玉野入り、大野入り、そんなことも考えますと、まあ、これはまあロマンでもあるんですけど、まあ、はっきりした何か証拠があるわけではないんですけど、大野入りという地名がはっきり今残っている、この川は大野入川と言いますから、そういうところも考えるとですね、まあ、ちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと屋敷にただ来ただけかもしれないというところからの長い話になりましたけども、はい、雛鶴姫の、立ち寄ったと言われる屋敷があった大野入屋敷付近と思われる場所からでした。